はい、今日も始まりますマキテックです。皆さん梅雨ですね、いかがお過ごしですか。はい、まず最初はですね、作物を荒らす虫を松明の火で追い払い豊作を願うという昔ながらの行事虫送りが紀北町の船津地区上里地区で行われました。ホラ貝や鐘の音に合わせて子どもたちが頼むし出ていけって掛け声を上げながら夕暮れの農道を歩きました。その様子をご覧ください。バシャーが飛んでくる。まあいいよ、掘り込んだれ。虫送りは農薬などがなかった時代に行われていた行事が今でも伝統として伝わっています。最後は虫たちの供養にとお坊さんによる読経とかがり火で締めくくりました。今年も美味しいお米ができるといいですね。はい、続きまして東紀州の四季のコーナーです。先ほどの話題に合わせて熊野市にある丸山千枚田の虫送りをテーマにお送りしたいと思います。どうぞ。Thank you.
はい、今年の丸山千枚田の虫送りは7月4日だそうですよ。続きましてトークのコーナーです。今回のゲストは里山エーキテクのお二人に来ていただきました。どうぞ。はい、続きましてトークのコーナーです。今日はちょっとトークのコーナー始まりが違うんですけども、座っていただいております。今日のゲストさんはね、なんと里山エーキテクさんです。発音出ますかね、エーキテクでいいですかね。里山エーキテクのお客様に来ていただきました。なんと下高地の里山を守る会の会長さん、橋本美穂さんと、そこのスタッフさん新井優子さんに来ていただきました。どうも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。そもそも、里山、下高地というところの里山を守る会ということで、それいつから始まったんですか。はい、それごめん、皆さんどこにあるんかだけ先に教えてもらっていいですか。記憶庁、はい、場所を、記憶庁の、はい、あのバッチで言ったら何と言ったらいいから、ちょっと山手の方っていうかな、うん、山手ちょっとまあ奥なんですけど、奥に、はい、記憶庁のね、大体記憶庁って皆さん海のイメージが多分あるかなと思うんだけど、山の方に入っていくとね、下高地っていう里山があります。そこの守る会をしてみえるんですけど、それはいつから大体。はい、平成12年頃に、はい、はい、あの行政から、はい、地域を守って、うんうん、会を発足させるようじゃないかということで、うんうん、お話しいただいて、うん、あの始まったんですけど、はい、もう途中から、はい、蕎麦との出会いがありましたので、蕎麦との出会い、はい、皆さん蕎麦熱心な方が、うんうんうん、もう積極的に、うんうん、入会されたりしてくれて、今の活動に入っております。はい、今の活動もね、ちょっとゆっくりいろいろ聞かせてもらおうかなと思うんですけど、最初は行政からあってんけど、今はもうみんなで盛り上げようということで、はい、一生懸命ボランティアとしてやっているということですよね。はい、最初の頃の醸造の平成12年頃に話があった時の会員さんよりはずっと増えている。そうですね、はい、少ないメンバーで始まった。が始まってから、はい、入会された方十分いますので、うんうんうん、入会っていうのがあるんですね。まあ、はい、そうなんです、はい、入会って一応年会費っていうのをいただいて、はい、で活動を一緒に手伝って一緒にしましょうということで。そうなんですね、はい、主に今は何名ぐらい会員さん。会員さんはもう会費いただいている会員さんは、まあ、5、60名見えると思うんですけど、実際に活動して見える方が20名ぐらいです。あ、そうなんですね、はい、そういう感じで活動しているっていうことですけど、何で始まったといえば行政からねんけど、でも何がっていうと下高地をとにかく盛り上げようっていうことですよね。はい、そうなんです。その田舎の、その里山を盛り上げていこうじゃないかっていう企画のもとに始まったっていうことですよね。それがもう何年続いている。14年目に入ってます。ああ、そうなんですね、はい、それ初期のメンバーですか。はい、私はもう最初から。はい、ということは下高地の方、はい、記憶庁から下高地へ嫁いで、はい、ずっといるということですね。はい、はい、で今会長さんされて見えますけども、はい、どのぐらいされているの。もう、7年目に入ります。すごいですね、すごいですね、うん、もう7年もやっている代表ということで、はい、うん、はい、やって見えるっていうことですけど、どんな活動されてるのかちょっとずつね、お話聞いていこうかなと思うんですけど、大体何をされているんですか。はい、毎月土曜日に、第2土曜日に、はい、農家レストラン風の、はあ、開きまして、はい、店を、はい、蕎麦打ち体験をしたり、はい、こんにゃく作りをしたりして、はい、皆さんに遊びに来ていただいて、そこの雰囲気を楽しんでいただいて、美味しいものを食べてもらって、皆さんと触れ合える場ということで、はい、
それを主にやっております、はい、私ねこの前ねここにねゲストさんに来ていただけませんかっていうことでねそこお邪魔したんです。であの建物自体ももう何年って言ってました、はい、もう130年以上経ってますと思いますねえ、はい、それがね綺麗にねされてね、うん、あの皆さんが使える130年、すごいですよね、うん、一口に言っても、はい、130年の旅館かなんかやったって聞いたんですけど、 そうなんです、ね、その建物を綺麗にして使っているって、うんはい、そこを中心に皆さん集まっていただくということで、はい、そこの中でそば打ちやったり、うんちょっと美味しいもの食べさせて、はい、そうなんです。しかもなんか聞くところによると惣菜もたくさん売ってるということで、うん、はい、あのやっぱりあの作ったものを、はい、あのお家持って帰ってもらってその、はい、お裾分けって感じとかね、いいですね、お裾分けっていうの、うん、言葉がいいですね、まあ、ちょっとね、はい、皆さんにも食べてもらったらということで、はい、あの美味しいって言ってあのやっぱしあのこれちょっと分けてもらえるのとかいう方も見えたのでそういうのからもうちょっとあの惣菜の方もちょっと販売ってことをやっております。惣菜ね、うん、そのお裾分けって言えないですけどちょっと容器作ったさんってちょっとお裾分けっていう感覚ですよね。うわなんか今ちょっとうれしい気分になりましたお裾分けっていうのね。でねお邪魔したらねすごい綺麗な里山でね、私ねなかなか毎日毎日忙しくバタバタしていてなかなかね、うん、あんなああいう里山にお邪魔することってないんで今回ねお邪魔させてもらったらねちょっと早く着いちゃったんです。でねちょっとお邪魔したら悪い雰囲気やったもんで、ね、ちょっとブラブラしてきますねって言ってしてったら本当に綺麗なねいい里山で皆さん口で言うても多分わからんと思うんですけど本当にね山が綺麗でねであの畑とかも本当に綺麗にされていてでねやっぱり寂しくなってきた町と町っていうかね里山とは思えない、うん、それを盛り上げていこうっていう企画のもとで始まったけど、うん、本当にねいい里山です、うん、山も見えて、うん、川もあって水も綺麗ほいで、そうですね、でね、はい、私水がねたくさん流れとるとこはねそうそうそう見るとああ豊かやなってちょっと思ったりするんです、うん、で水が綺麗、ね、ほんで豊富、うん、でも田んぼとかも綺麗にして見えるし、うん、お家とかもね立ってるんですけど綺麗にして見える皆さんね、うんそんでね、石垣がね、うん、すごく印象的やったんですけどね。そうなんですね。どのうちにも石垣があるっていう、うん、もちろんもうお家がないとこもあるんやけど、うん、すごい綺麗なんです。あれ特徴ですよね。そうなんです。下郷家の。本当にあの石垣はね、あの獅子垣って言いまして、昔イノシシとかああいう獣害を避けるために。来てきたって聞いてますけど、そういうことなんやったら、うん、そうなんですけど、うん、今となっては本当にいい景観になっているからすごいですよね、うんうん、立派やね、ね、立派な、うん、ね、本当に綺麗に積み上げられてて、うんうん、うわすごい景観綺麗と思って緑とその石垣が本当に印象的な感じでした。でね、そこでね、その第2土曜日に下郷地の日って決めとるんですね、はい、そこをで皆さんに集まってくださいよっていうことで集まっているっていうことでたくさんの人見えるんですよね。そうです。その日にだいたい時間がすごい短いって聞いたんですけど、その第2土曜日は10時から2時までね。10時から2時までの4時間の間に何人ぐらい、多い時で100人近くですね。100人ってすごいじゃないですかありがたいことにね。え、お食事しに来る方も、うん、お買い物だけされる方、それを食べもう美味しいで来てくれるんですよね。そうですね。わ、で、うん、お食事の方と食べ物の方とで体験、あ、体験そばの体験の方、うん、もちろん体験したら食べれるし、そうですそうです。それついてなかったらちょっとね寂しいもんね。と、ね、いうことで皆さん来てくれるということで、うん、こんにゃくとかもあるって、それは時期がある。そうです。こんにゃくを、こんにゃくは前日に作りまして、はあ、あの前日、当日は時間が短いですから、はいはい、前日が大変なんです。準備が、準備が、もうわちゃわちゃして、帰る頃だともう外暗くなってきた。本当ですか。なんかね、さっきちょっとお話しさせてもらってんけど、その当日、第2土曜日の当日も楽しいんですけど、もっとね、楽しんでもらえたら前日から手伝いに来てもらったらもっと楽しいよっていう話でね、もうずっと準備で。わちゃわちゃしながら、そうですそう、ただなんか楽しくやってる。それがもう楽しいというよりももう重労働です。辛いんですけど、だけど楽しいんです。楽しいですね。それはいいね。楽しく大変な仕事もできるってことは本当にいいですよね。ね、もう一服しようか、まあコーヒーでもしようかっていうとどこをた
からとなくはーいと声が聞こえてくるんですよ。それがまたいいんです。あ、そうなんですね。もうね、あの森でウサギとかリスが出てくるような感じですよね。はーいみたいな感じでね、出てくるっていうことで、ね、またみんな集まっておしゃべりしながらやっている、楽しそうですよね。この楽しさはね、私もちょっと体験済みで、実は第2土曜日にね、もしもコーチさんがすごいっていう、楽しそうっていうのをもう1年ぐらい前から聞いていたんだけど、なかなか行く機会がなくて、第2土曜日がたまたまなんか入ってしまって、スケジュール帳へ毎月下コーチ下コーチって書いてるけど、なかなか行く機会がなくて仕事が入ってしまったりとかで、でもね、楽しい噂は聞いてたんです。でもね、本当に楽しいのを体験したら、この取材ゲストさんに来てくれませんかってお邪魔した時にね、皆さんたくさん集まっていてね、なんかね、ああいうのもよくあるんですか。そうですね、うんうん、あの大地集まること好きですから、ね、好きなんですね皆さんね。もちろん下高地の日は下高地の日で集まるんですけど、それ以外でもいつも集まっている。はい、もう何かあると集まります。何かあると集まって、ああいう感じで楽しく、その日はね、たまたまですけど、あのクロフトテープでなんか、うんうん、カゴを作る、はい、なんかね、先生がいて、はい、皆さんが生徒さんで教わっているっていうところに、ね、お邪魔したんですけど、楽しいですよね。ちょっとだけ私も体験させてもらったんですけど、楽しいし、みんなね、少女のように黙々とお楽しい会話をしない、無口でね、もうみんな無口になると無口だけど、楽しくないんじゃない、みんな楽しんでいる。でね、ちょっと声が発すると、うん、そう、無口なんですけど、なんかちょっとなんか一言入るとわーっと盛り上がるって感じで、でまだ黙々って誰も手は止めない、ね、手は必ず動いているけども、わーって盛り上がって、そのね、話の内容がまた楽しかった、言うていいですかね、言うていいですか、あそこにランチに行こうとか、ね、しかも、ね、遠足に行くとかね、旅行に行くとかね、そんな楽しいか、私それ行きたいんやけどと思って混ぜてほしいんやけどと思いながらね、遠足って言えないですね、えそういうのがすごい楽しいって、ね、うん、楽しい、あみんないつも集まって、うん、そういう楽しい相談をして、うん、そうそう、遊ぶことは早い、ね、遊ぶことに関しては そう、それやったらもう手も止めて、そうそう何かみたいな感じで、うん、でね、その時にね、遠足に行こうや、みんなで行こうや、一概って話しとったらもう実行されたそうです、うん、ここに来る先生さんに来てもらうまでにもう行ってきたのよって言って教えてくれたので、いや、なんか残念な気分になりました。私もね、あ、それ参加したかったわと思ってね、思うぐらいね、楽しい会話をしていて、あのでね、忘れてしまう、そばのこともちょっと聞きたいと思っていましたが、でそんな楽しい会で普段も楽しく集まっていて、前日も準備で大変なんやけど、みんな楽しくしているっていうことでね、月に1回皆さんに集まって楽しんでもらう日を決めてっていうのね、主にそばをやっているということで、そば、うん、のことに関してはなんでそばやったんですかね。あ、まずはそばをなんでっていうと、始まったのは、そば、うんうん、はあの、はい、そのそばをあの種をまいて、この栽培してみてみないかという、うん、あのこと、あの指導を受けましたので、あの農業研究員の方から、それでその時にあのそついでにそばを売ってみたらどうやっていうことで、始まりました。その時にもそば、はい、ってこんなに楽しいものかっていうぐらい、もう本当ですか、みんなも私なんか本当にびっくりしました。ほんとそばってこうやって打つのかなあと思ってね、それでもう皆さん本当にそれにはハマったとか、もう今ではもう本当に そういった方はみんなも習った方はみんなも先生株になってしまって、はい、そうなんですね、うん、あの前にもねゲストさんで来てもらったことある下高地を守る里山を守る会の会員さんも何人か来てもらったんやけど、その中でもね、そば打ち名人さん、うん、そうそうそうということで、ね、はい、うん、出ましたね、下高地から、ね、はい、あのしげちゃん、しげちゃんで、はい、奥田さんですね、はい、もう有名なんですよ、ね、有名なんですよね、いや私せえけどそんなあんまり言わんといてって言わなかったでねはい、すごいね、それが印象的、すごいのに、うん、あの控えめな感じがね、すごい印象的な方だったんですけどね、もうすごく熱心でね、熱心ですか、もうこうなんですね、そうそう、でもね、皆さんそうですよ、あのこの作業もねみんなこうでね、なんか一つはまるともうそれ一つで皆さんねえ、でね、話聞いてると本当に楽しかったんですけど、夜も寝れないもうやりすぎて徹夜してしまうとか言って、でみんなそんな楽しい話をわやわやして、うん、もうなんてここは楽しいなと思って、ほんとね
景色もいい、空気もいい、うん、水もいい、人もいい、うん、会話も楽しい、うん、何拍子揃っとる、うん、これね。で、そばもできる、美味しい、そうそう、ご飯も作ってくれた、美味しいということでね、今日そのね、たまたま行った時もね、会長さんがみんなの分お弁当作ってくれたのよって、本当に美味しかったわっていう話を聞かせてもらって、そうなんです、お弁当を食べていたから私は入れなかったそれでうろうろさせてもらったけど、そんな機会なかなかないもんでね、あんな田舎でね、うん、ゆっくりさせてもらうことこうねないもんな、よさと山でねゆっくりさせてもらう、うん、本当に貴重な時間、ね、30分歩いただけなんやけど、うん、貴重な時間体験させてもらったわっていうぐらい、何拍子も揃ったいいところ、うん、ありがとうございます。本当にね本当にいいんです、皆さん行ってみてください本当にね、本当にね、そう、ほんでねって言ってしまったそしてね、なんとこれね、住民以外で地域を作り支えているっていうことでね、表彰されましたよね去年。はい、それもちょっとお聞きしたんですけど、うん、なんとね、難しい東海農政局長賞っていうのをいただいたそうですね、はいはい、すごいですよね、東海地区でナンバーワンっていうことで、うん、そういうことなんですね、三重県代表として出られた上に、うん、賞もいただいたっていうことでね、それも結構楽しく行かれたっていうことを聞いたんですけど、行く道中が楽しい、やっぱりね、もう今の話そうですよねもうね、そんなこと言ったらいかんけど珍道中みたいな、そう楽しいですよね、どこ行っても楽しい、何しても楽しい、近所に行っても楽しいみたいな感じが伝わってくるんですけど本当にね、そしてね、里山の方はね、そうやってね賞もいただいたんですけど、知事さんも来てくれた、三重県知事さんも、来てくれたっていうことですよね、はい、来てくれました、それも良かったですか、うん、楽しかったね、ね、普通会えない人やから、ね、そう、うんうんうん、もうどうしようか、もう会ったらどうしようかという感じだったんですけど、はい、もう会ったら本当に気さくでね、話しやすくって、あ、本当ですか、うん、もう何話しようかなと思っとったんやけど、ドキドキしちゃったんやけど、もうそれを引き出してくれるって感じ、そうそうそう、そうなんです、うん、素晴らしい方ですね、でも話上手な方でした、いいですね、いろいろね、はい、楽しいこともいい思い出もだんだんできていくということでね、はい、本当に皆さんね楽しく過ごしてらっしゃるって言って思いました。それでね、多分ね、知らない人が行っても楽しく過ごせると思うんです、うん、そうです、そうです、ね、うん、それでみんなが楽しいので、うん、そこに入っていくのはあーと思うか分からんけど、うん、行ったら本当に、ね、馴染めます、うん、皆さんね、そのね、私らなんか行っても、長といなとかですね、本当にね、言ってくれるもんでね、本当に素敵な縁側がある、うん、そこでお茶もちょっと呼ばれたんですけど、うん、はい、そんなねとこなんでね、すごいね、趣のある、本当に私気に入りました、うん、気に入ったって言ったらなんか言い方あれか分からんけど、好きになりました、うん、景色もいい、水もきれい、もう最初なんかね、もう人のね、まだ来ない、うん、今来ない頃、来ない頃、そうですよね、もう通りがかりの人でもなんか覗くとコーヒー飲んでったらとか言ってね、どうぞ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 コーヒー、うさぎ来てもリス来ても呼ぼうっていうぐらいですね、縁側やつだってお話ししたりしたね、ね、うん、そういうとこなんですね、でね、通りすがってもうてもいいんですね、通りすがってもうても呼び入れてもらえるのでね、ぜひね、すぐに打ち解けられると思うのでね、皆さんよくね、はい、バイクでツーリングとか看板を見てね、うん、今日はそば食べられますかって尋ねてくれる方にたくさん見えます。そうなんですか、うん、うわ面白い、ね、そばの日じゃないんだけどね、その日は残念ながらって言ってもコーヒーぐらいお茶ぐらいっていうのを思って出しするんですね、お菓子ならみんなこうガサガサカバンから出してきそうですねもちろんお菓子も出します ね皆さんで持ち寄りです今日はこんないただき物があったのよとか言ってこうね、そうでわーって広がったら結構なものになるっていうね、こんなお土産いただいたのよってぜひね、すごい楽しいことで、そういう方がちょこちょこ覗いてくれるのも嬉しいですね、嬉しいです ね、うん、もう会わない方ですもんね、うん、そうですそうです、たまたまやけど来てくれて、そういうね、うん、けど喜びますよね、やっぱり、うん、後で来てくれる方ももちろんそうです、ね、います、下郷地の日にね、あ、本当ですか、うん、そんなんあるやったらまた遊びに来ますんで、それもまた嬉しいですね、そうです、やっぱり嬉しい出会いがね、ね、大事ですもん ね、これがどん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 つながって大きな輪が広がって、うん、もっともっと皆さんに知っていただけるとええなって、うん、ね、いうことですよね、うん、なのでね、第2土曜日と限らず
おる時やったらおります、おらん時もあるんですけど、それね、あんまり言ってしまうとね、あれやけど、おらん時もあるんですけど、おる時やったらぜひお茶でも飲みに来てくださいってことで、いろんな教室、押し花やったり、こうね、バッグやったり、いろんな教室もしてます、全然見ず知らずの私が行ってもね、体験させてもらえるような楽しい方たちなので、ぜひね、皆さんも行ってほしいなと思います、もう特に来てほしいですよね、たくさんの人。うん、はい、本当一人でもたくさんね、やっぱりいいところだから皆さんにもう余計知ってもらいたいという気持ちがありますので、それがね、はい、本当にもったいないしね、ああいうところ本当に、ね、これからどん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 ね、やっぱり ね、人も少なくなっていくかもしれないっていうところやけど、はい、どん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 盛り上げて、うん、そうね、はい、それでもね、もう少しずつでもね、来てる、見える、来てくれる方がもう本当に少しずつでも増えていくので、うん、それを楽しみに、うん、そうですよね、またそれも出会いやし、はい、その人がまた違う人連れてきてくれたりとか、はい、だんだん広がっていくとね、もっともっと広がって、もっともっと皆さんが分かってくれて、もっともっとこうね、訪れてくれると本当に盛り上がりますし、嬉しいですよね、やっぱり人が来てくれるっていうことはいいことですよね、いいね、はい、そうなんです、なのでね、皆さんぜひ下高地気になった方はね住所など載せていいですかね、はいはい、こういうのに第2土曜日っていうことでね、ぜひね、最初行きにくいわ、いつおるか分からんしと思ったら、うん、第2土曜日に来てください、うん、皆さん、そうそう、10時から2時までなんでね、はい、この時間を狙って、天気のいい日なんて最高、最高です、でもね、多分ね、私も天気のいい日に行ったんですけど、雨でもあの緑があったら本当に綺麗でしょう ね、 そうですね、やっぱりしたけど、雨になるとね、ちょっと人が少ないので、あ、そうなんや、雨でもみんな来てくださいねっていうことやね、やっぱりお天気の方がいいですね、そうですね、気持ちもね、気持ちもいいですよ、本当にね、水が綺麗、もうね、水が豊富、本当にわしゃわしゃ、なんかあんなとこなかなかね、そうだから、そこで作るもんで、田んぼのお米なんかも美味しいね、そうなんです、お米はもう抜群に美味しいです、そうですか、それも食べに行かなきゃ、ね、で、美穂さんの作るお惣菜もね、食べに行かなきゃということでね、これ行きたいと思ってます、私も参加したいと思ってます、またそんな報告ができたらいいなと思いますので、今日はいろいろお話聞かせていただいてありがとうございました、どうも、ぜひ皆さん下高地に来てくださいね、はい、待ってます、来てね、待ってます、はい、下高地の里山は本当に素晴らしいところですよ、皆さん遊びに行ってみてはいかがでしょうか、里山の日は第2土曜日です、はい、それではお知らせです。6月28日日曜日のはじかみテラスのオープンにあたってライブ配信を行います。紀勢自動車道の紀伊長島インターチェンジと美山インターチェンジの間に地域振興施設はじかみテラスがオープンします。オープニングイベントなども行われますが、はじかみテラスの物販のコーナーや飲食のコーナーなどのにぎわいをレポートしていきたいと思います。そしてそのオープンに伴って東紀州の一品をお取り寄せ、新番組紀北ニア商店も間もなく始まります、番組で紹介する商品はスタジオ UTV のホームページから購入できます、東紀州のこだわりの商品をぜひお楽しみくださいね、それではそろそろ時間となりました、28日は UTV 見てくださいね。